週間のお天気をお伝えします。西日本や東日本では日曜日以降雲が広がりやすくなりそうです。土曜日までの日差しを有効にご活用ください。また週の中頃は前線が停滞することで雨が降りやすくなります。また強まることもありそうです。一方北日本方面は周期的に天気が変化していく見込みです。週明け月曜日頃になりますと発達した低気圧や前線の影響で雨や風が強まる恐れがあり注意が必要となります。最新の情報をご確認ください。また西日本や東海などではまだまだ暑い日が続きそうです。関東や東北太平洋側では気温のアップダウンが大きくなりますので体調管理しっかりと行ってください。北日本は朝晩冷え込み1日の気温差が大きくなりそうです。お天気アプリウェザーニュースでは週間のお天気も確認することができます。ぜひご活用ください。